川崎美濃太郎川崎美濃太郎11月1日から1951年7月10日は日本の衆議院議員ジャーナリスト茨城県久慈郡坂本村出身1893年明治学院を卒業日刊新聞世界の日本の編集長となり月刊雑誌天地人を発行した1898年アメリカ合衆国に渡り カリフォルニア大学の長高生となる傍ら、日米新聞を刊行した。1901年に日本に戻り、翌年に日本植民会社を設立した。1903年、日本植民会社の事業開始のため、ペルーに渡るが、日露戦争勃発により中止となった。日露戦争中は、アメリカ合衆国で、大阪毎日新聞、放置新聞、 自治新報の特派員を務めた。1909年、帰国して内務省警報局、社会局職宅となり、17年間勤務した。1919年には、第1回国際労働会議に政府随員として派遣された。1927年、衆議院補欠選挙で当選。その後、第20回衆議院議員総選挙と、 第21回衆議院議員総選挙で再選を果たした。ありがとうございます。